旧東口南口小山駅は、栃木県小山市白山町にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。事務官コードは41万1018を、使用している。東北新幹線と、在来線の東北本線、水戸線、両毛線が乗り入れ、東西南北に伸びる路線が集まる、ターミナル駅となっている。このうち在来線における、 東駅の所属線は東北本線であり、水戸線と両毛線は双方とも東駅が起点となっている。また、東北本線は旅客案内上の愛称、宇都宮線の設定区間に含まれており、同線の列車は上野駅発着系統と新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが、 停車する。直営駅で管理駅として、野木駅、ままた駅を管理している。なお、貨物列車を運行する JR 貨物は、蒸気路線のうち、東北本線と水戸線にのみ、第二種鉄道事業者として、事業免許を有している。1900年に作詞された、鉄道商家第三州欧州いわき編では、小山駅を以下のように歌った。高架上にある、 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線を使用する。ホームは深本線にあり、中央の二線は通過線となっている。これは東北新幹線の小山実験線の一部として早期に建設されたものである。上り列車は原則4番線を使用しており、5番線は小山新幹線車両センターへ出入りする回送列車の発着に使われている。ホーム上に 待合室はない。待合室は、コンコース、下り線の階段脇にある。実験線基地の名残として、東駅北方に、小山新幹線車両センターがある。基地から出る運用として、朝6時台に東駅始発の東京駅業、ナスノが1本設定されている。一方、東駅終点の列車は設定されていないが、運行トラブルなどが発生した場合は、 臨時で当駅止まりの列車が設定されることもある。地上にある四面八線のホームを使用する。両毛線の6.8番線は、東端式ホームになっており、他の在来線ホームからやや離れている。七番線は6.8番線の先にある、切り欠き式のホームであるが、線路は撤去され案内表記もなくなっており、事実上の欠番となっている。なお、七番線は、過去には、 郵便荷物列車などが発着していた。9番線は宇都宮方で両毛線8番線にもつながっている。2019年のダイヤ改正までは両毛線から宇都宮方面に直通する列車がこのホームから発着していた。また11.14番線は貨物列車などの対比線となっている。宇都宮線ホームには各ホーム1台ずつ。 計2台のスイカ専用グリーン券券自動券売機が設置されている。駅を中心とした東西南北方向にそれぞれ多数の留置線を持つが、駅の北側にある北部電流線は、両毛線の入れ替え車両が定期的に出入りし、東側にある東1から5番線も、臨時列車や回送列車、貨物列車の対比等に利用されている一方、6番線の西側にある 中部電流線は使用停止となっており、架線が外され分岐器も固定されている。また、南側にある南部材料線と水戸材料線は、モーターカー等の保守用車の基地線となっており、営業列車の入線はない。ホーム上の店舗として、宇都宮線、上りホームに立ち食いそば店がある。改札口は、東西自由通路に面した、中央改札口一箇所のみである。 新幹線独自の改札口はなく、新幹線のコンコースに入るには、一度在来線コンコースを経由して乗り換え改札を通る必要がある。ニューデイズは、中央コンコース内にデラ小山店が設置されている。中央自由通路、桜道にも、バル小山店が設置されていたが、2019年に閉店した。また、小山駅構内の工事のために閉鎖していた。 ベックスコーヒーショップが2013年に再開した。西口コンコース時代には、ニューデイズは、もう一点新幹線改札口付近に設置されていた。また、旧南口改札外にもニューデイズが一点、設置されていた。すべての自動改札機で、スイカが利用可能であり、スイカオートチャージにも対応している。2005年10月16日に、アトスの路線ホストの稼働が、 小賀駅北で開始され、同月18日より発射表の後ス対応がなされた。新しい市の玄関口として東口の整備が進められている。整備中であった旧東口エスカレーターは2004年に供用が開始された。また2006年度に自動体外式所再動機が設置された。南口改札口は2012年9月に閉鎖された。 閉鎖後も改札外の通路は南自由通路として使用されており、南口から旧東口への通り抜けや駅ビル丸子山への出入りが可能である。改札内であった通路も宇都宮線ホーム、水戸線ホームの乗り換え通路として使用されている。2005年秋に発表された小山市の総合計画で、駅中央部に浸透西自由通路を駅ビル内を貫通する形で新設し、 中央改札口を設置する方針が示された。なお、現当在自由通路については自由通路としての設備のみ維持する方針が示されている。新聞報道によると新東在自由通路は、市と JR の間での公費負担割合についての協議が難航しており、当初予定されていた2008年度の供用開始がずれ込む見通しとなった。その後、 小山市は2008年度の2011年度を事業予定期間とし、中央自由通路の建設に向け JR 側と調整を進めていたが、2010年7月に JR 東日本上信越工事事務所と施行協定を締結、同年10月12日に着工した。その後工事は順調に進み、2012年6月に自由通路が開通した。なお、 本通路の愛称は、公募により、桜道と命名されている。通路部分は、小山市道であり、エレベーターを使用して自転車での通行も、可となっている。中央自由通路は、中央根高隅南側に駅舎を貫く幅10メートル、延長約90メートルの通路を落とし、西口と新東口の駅前広場を結ぶ。南口改札は廃止し、 西口改札を移転した中央改札口に統合。東口、西口双方にエレベーターとエスカレーターを整備し、バリアフリー化を進める。JR 貨物の駅は臨時車扱い貨物の取扱い駅となっている。駅北東部に東高高岳小山地区があり、当駅から全長4 8トルの専用線が続いている。発送されるのは、 大型変圧器で大物車に積載され輸送される。運行頻度は毎年1から2ヶ月に1回程度である。近年、その区間に路面電車を導入する計画が市から提案されている。かつて、当駅でもコンテナ貨物の取り扱いがあった。1996年3月にコンテナ輸送貨物列車は廃止され、トラック便が設定される自動車代行駅となった。 しかし利用の減少は続き、1999年4月にはトラック便も廃止され、現在は宇都宮貨物ターミナル駅で直接周廃するようになっている。跡地は河内薬品小山駅東通り店になっている。1950年に東北本線のままた駅方面から水戸線に直通可能な短絡線が新設され、上野方面から小山駅で スイッチバックせずに、水戸線に入れるようになっていたが、1986年以降は、使用されなくなり、2006年には短絡線の撤去工事が行われた。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は22,471人で、ある。また、新幹線の1日平均乗車人員は4,902人で、ある。近年の推移は、 以下の通りである。当駅の古くからの表口である。1969年に駅東臨時改札口が設置されるまでは、改札は西口のみであった。西口改札を出ると、新幹線の高架下を利用した3階建ての駅ビル、バルコ山がある。2003年にログレとの連絡通路も完成し、駅西口周辺の周遊性が高まった。また、 駅前の駅西地区では再開発事業によって建設された地下1階、地上7階建てのビル、ロブレが大型スーパーの泉屋を各店舗として1994年6月に開業したが、駅東口に出店した伊東洋稼働などとの競合により売り上げが減少したことから2015年8月末で各店舗の泉屋が撤退することが発表された。その後は、 ドンキホーテが出展した。西口広場に面する地区で東京建物を協力企業として再開発が進められている。西口周辺はもともとが日光街道の宿場町であり、日光街道や駅前通り沿いなどに神社、寺、城山公園などの史跡のほか、公共施設も多く立地する。1969年に小山駅東側の区画整理事業の進行及び、 都市化の進行により臨時改札口として開設された。東口周辺にはオフィスビルや歓楽街が形成されている。少し駅から離れると閑静な住宅街が広がり、その先は山林原野や田園地帯となる。以前は森永製菓小山工場や日本製粉小山工場に東洋製粉として創業を開始し、2000年9月末日に閉鎖が 東口駅前に立地していた。工場跡地には2004年に白王大学東キャンパスと山田電機が出展したほか、駅隣接部分は2008年2月に駅東口新駅前広場として一部供用が開始され、バスプールが白王大学裏手に移設された。東口から関東自動車の路線バスが東口、西口の両方から小山市のコミュニティバス。 大バスの路線が発着している。新幹線、ありがとうございます。